第39期保護戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。そして解説には藤島健二郎プロにお越しいただきました。藤島プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。保護戦 A2 リーグ第7節4回戦勝敗の開始です。立ち合い人藤原貴弘の合図によって最終戦が開始されました。ちいちゃからダンプ、なんちゃ猿川、シャーチャ石綿、ベーチャ高橋の並びです。ドラが吐く早い展開でもう4回戦を迎えましたね。早すぎる早すぎますね。さあダンプマイナス 5.3 というトータルです。今日のトータル高橋がね、あれラスから一人行きですから、うん、めちゃくちゃ気持ちいいよね。20ね、そうね、23ポイントぐらいの、ね、はい、上がり、最後のやばいぐらいのね、ドラ積もって最終戦です。トンシャー統一、ソーズの本一もあるがスピンピンがありました。初が統一は高橋です。シャーを泣きました石渡シャーチャ。これは現状イシャンテンですが、うん、ソーズの本一まで視野に入れた仕掛けですね、これはね、はい、ではトンのポンもあるでしょうか。当然すると思いますね。はい、ヤクヤク本一まで育てられるか。カンリアソーとサブローピンのイシャンテンです。9万が貫通使い、貫はしない、形がまだ悪いでしょうか。ドラが浮いてなければね、強気に貫もあるんですけど、はい、これだけで32分となります。これでもうスーピンウーピンですね。ウーピンの方から、はい、こちらですね。ドラが一つポツリと、ドラが3社にばらけている状況ですので石渡さんにチャンスが生まれやすいですか。うん、それでいいと思いますね。ウーピンお帰り、つもぎりです。親のダンプはどうでしょう。関数マンが入ります。こちらもドラが浮いているのでドラ短期構想もあるんでしょうか。これもし両面払いが見えたら、はい、その時はドラドラじゃないなって思うんですか。っていうのも結構言われてることですけど、それはね、打ち手のタイプによって全然違ってきますよね。急走先に、急走先打つんだね。うん、まあ、この辺はなんていうかな、はい、丁寧ですよね、はい、その要はだからスーピンを手から打たないっていうのが、両面払いを見せずに、見せずにってことですね。じゃあこれでちょっとぼやけるわけですか。ぼやけるわけではないですね、でもね、はい、そうは言ってもね、これでスーピンが手から出てきました。現在シャアのポンを入れている、まあ川がねやっぱ想像が高いんで、はい、想像は警戒されるんですけど、まだその両面払い見せとかなければドラドラの別の町とかも一応ね、うん、想定させることができるので、はい、スーピン残しは結構丁寧に移りましたけど、トイトイっていうのはどうですか。トイトイかちょっと微妙ですかね。まああるけど、はい、やっぱドラが白の曲っていうのにまず注目点がいくじゃないですか、はい、うん、だから結局打ったりしちゃった場合がめちゃくちゃリスクが高いケースがある以上、ドラドラと 重なってようやくこういろいろ考える感じになります ね、 ね、はい、そうですね。高橋さんも今ドラ自身がドラドラになったことで想像に手をかけましたもんね、はい、まあ、ローソーが2枚切れだったからチーソーって選択がしやすかったんですけど、357の部分でした。白髪がドイツの高橋、うん、まあドラは打たない構えですね。ダンプさんもただドラ短期リーチもちょっと行きづらい局面、ね、行きづらいけどダンプさんの場合はおっとトーン引いたよ、来た、で最終手だし今のリアンパ、これは打ち抜かれる、あーダメだ、捕らえました石綿、苦しい3回戦分を取り戻す上がりか。ヤクヤク本一です。8000点。いやこれは結構見事でしたね、はい、最終手出しをイーマンにできたこと、はい、うん、
要はそうですね、その別の色をね手出ししてちょっとまだかな感をまず演出できたことと、まあ急走先に打てたことで絶対想像の本質じゃないかもなって思わすこともできたし、ちょっとなんか X になりがちですかね、まあ高橋さんね手になってただけに、そうですね、まあドラドラじゃなかったらね打たれるような範囲じゃなかったかもしれないんですけど、見事捉えて、まあ、高橋さんのスタイルからして、やむなしってとこだと思いますね、まあ、このファイトがねこの後に生きてくるかもしれませんからね、まあ、高橋さんはずっとそれやってますけど、ね、はい、でも高橋さんって大負けするなってイメージはないですね。ないですよ。なんでですかね。なんでですかね。このジャンプだと結構負ける時もありそうじゃないですか。そのなんか一発打ったぐらいでやっぱへこたれないですよね、はい、だから次のそのなんだろう、結局すごい負ける時って、はい、一発打ってで二発目をすぐ食らうとか、はい、失敗しちゃうとか、そういうパターンが大負けなんですよね。だから心折れて、そう心折れて、はい、ボンミスもするみたいなね、はい、そういうコラボで負けていくんですよ、だからそういうパターンがないんですよ。ずるずるいかないんですよね。常に前向きな判断を、打っても今のもね自分がドラドラだから別に打ってもしょうがないってちゃんともう前向きに構えてるはずなんで、で次に自分がすべきことは何かっていうのをちゃんと考えて、打ててる。高橋さんは藤島さんと一緒でこの麻雀動画、ね、放送対局を見ることがすごく好きなそうです、はい、あ、じゃあ今これも見てるってことね、もちろんだと思いますよ、その家帰ってね家帰ってですけどそして特に瀬戸駒さんが好きでこうやってね同じリーグで戦う日が訪れたと、僕あれですよ、その要はそれ知ってたから、はい、高橋さんがね、はい、その瀬戸駒さんを憧れのプロとしてることを知ってて、はい、で今期の第一節が確か同卓だったのかな、それ立ち合いやらせてもらったんで、はいはい、なんかそのお話しされてるのをあのちょっと横目に目撃して、お話しされてたんですね。ちょっとねジーンとしてました、こっちもこっちでなんかねそんな未来が訪れるなんてね結構ね、まあ、高橋さんからしたらね当然感慨深い思いでね、はい、その A2 をまた今年もね戦ってると思いますけど、まあ、皆さんね瀬戸駒さんと当たるってなるとちょっと気合い入りますなんてのも聞きますけど、まあ、結構瀬戸さんに関しては多いですね、はい、あの意識する人はね古橋なんかもそうだし、はい、さあ A のポンもフーロがね一人ずつ、はい、三フル、石渡さん以外がね、はい、それぞれワンフルずつしてて、入れております、全員ポンとね。マンズの高橋さんはマンズの方位ね。少し育ちましたよ、うん。続いてダンプはドラドラなんですね。ドラドラ、ダンプさんはドラドラ。ちょっと苦しいですか。サルカワさんはピンズの方位。そして石渡が面前。ただドラを先ほど持ってきてしまいました。ドラがね、そう持ってこなければね、さばく道もあったんだろうけど。結構ドラばらけてしまってるので、うん、あ、坂井さんいいシャンテンだね。あ、じゃあドラが出る可能性ありますね、鎮逸で。ね、はい、ダメですか。あるね、いや鎮逸であるんだけど、うん、その鎮逸になるパターンよね。レアンマンポンしてるのよ。ああ、ポンされてる、パンされてる、されてるのよね。だからこのマンズの3、3、4の部分は、あ、カンウーアンだって。これは打たれる、ごめんなさい、カンウーアンは打たれる、テンパイなら打たれる。でもこれが出てくるってことは異様ですからね、うん、もうワンズ切れない。イーマンポンでしょ、はい、うん、まあ普通に読んだらね役牌がもう消えてるんですよ、はい、白髪チュンシャー、はい、いや高橋さんに対する役牌消えてるから鎮逸テンパイと読むのが妥当です、はい、ただ打ってもマンガンっぽいですよね。うん、そうね、鎮逸の超後継とかもあるけど、もしくはトイトイのテンパイか、トイトイかもうあるっちゃあるけどね、トイトイ、ただ役牌が消えてるからトイトイのみじゃ打たないでしょうに、ね、なるからドラをね、そうなると鎮逸テンパイって読むのが自然、はい、あということで漫才打ちづらいですよ。いやですよ。でもごめんなさい、トンだけ残ってましたね役牌がね。失礼しました、失礼しました。そのトンを最後の役牌、高橋さんに対する最後の役牌を今打ってしました。トン合わせるか猿か、今打ちづらいです、うん、今はね高橋さんがポンしててダンプさんがレアンポンなんで相当打ちやすいんだけど、はい、猿川さんはねやっぱり鎮逸テンパイと読んでるから、はい、何が当たるかね
わかんないんで、陳述はね、結構。あ、勝負でしょうか。じゃあ勝負だね。サブローマンテンパイ。だよ。この辺はね、さすがですよね。2杯押さなきゃいけない杯がありましたからね。そう、腹くくってますね。トンとね、はい、マンズの中チャンパイだからね、よっぽどだよね。俺だってマンガンなんだよという感じなんでしょうか。ドラコンだからね、周りからはこっちは分かりやすいですけど、押したのはね、マンズ待ち。サブローマン対カンウーワン。高橋の待ち会もあるかもしれませんが、待ち返しましたね。待ちは変わってない。スライドでした。むしろダンプさんのサブローは受けた形。レアンマンが1枚まだ残ってるかもしれないから、はい、まっすぐなら3万だったかな。はい、3万切ったらリャンウーマン。そう、はい、わあ、シャンポンにはできないけど、シャンポンにしたらウーマンがロンでしたね、ダンプさんもね。この後どうするんですかね、ダンプさん。変わらないか、押し切るんでしょうか。いや、ウーマンはもうさすがに数万もう一回切るんじゃないですか。ああ、そうですね。あとは嫌なのはパーマンとか。まあ、マンズは全部嫌ですよね。さらに9万の手出しが入っちゃったから。そしてサルカワも E ピン3ピンのシャンポン待ちです。それこそもテンポ入れた、はい、今切ってピンズはね、3ピンがもちもちだから山にはいないんだけど、いいピン握りだからね。流局となりました。いや、石橋さんたまんないね。厳しいですね。誰か買ってくれよ頼むよ。なんでなんだよ。3人テンパイと2局一本場です。まあ、猿川さん親だったからね、粘り込めたのは良かったですね、はい、これはね。レンちゃんです。ドラが老僧。イーマンだけが唯一打ちやすいマンズだったんで、ヤマンポン、イーマンポンが入ってました。ハクがドイツ。老僧ドラでこちらがいいかと。うん、高橋さんがやっぱり、あ、でもダンプさんもいい。ダンプさんだけがドラを持っている。あ、違うか、ここもか。猿川さんも手になってるか。そうですね。石綿さんはまあ白統一だけどね、ちょっと重たい。仕掛けも結構しなきゃしづらいですね。しづらいですね、これはね。ドラもないですし。お、自然に引くか。両ピンでした。今回も初とか切らないんですね。まあ猿川さんのパターンで、その一番の本手ルートが残ってる牌の残し方をして、はい。本手っていうのは6チッパーってことですか。そうですね。それ以外の中チャンパイは結構先切りするケースは多いですね。重ねましたよ。これで6チッパー諦めて、こうなると2色。一応ほんのちょっとだけ本一に行くパターンがあるので、はい、ってことで6チッパーを見切りましたね。トンも重ねたらね、最高ですけども、うん、トンが打たれました。トンが打たれた。ローズが一応伸びてきます。ドラ引きは最高に嬉しい。チートイツ見ますか。4トイツあるからね。デロメンツだからチートイ見たいですね、はい、これはイーソーリャンソーとかあるけど、リャンピンがシンプル。リャンピン周りがいいと考えているんでしょうか。リャンピン切りです。リャンピンがね、親の現物だったからとは思いましたけど、安全度。ただイーピンもね、握切れだったんで、はい、やっぱりちょっと有効価値低いってことですね。メンツってなのかよく分かりませんね、はい、石渡さんドラ引き聞いた。どうする。キューピンがシンプルだけど、いいシャンテン。ペン3層とシャンポンと6万。あ、ダンプさんジャントできたな、嬉しいね。来た来た来た、リャンシャンテン。チートイツ。いや、チートイツ戻る。はい、これは難しいな。じゃあチートイツしますか。スーピンね、今1枚切れになったんで。うーわー、捉えてくるね。気持ちいい。これ無理じゃない。気持ちいいな。だって1245から6と3引く人はあんまいないよ、はい、いない。これが育てるんですね。すごいね。育てて育てて、あ、この子になりました。なんで違う、まあ、もうチートイツに決めた後でした。チートイツにしてたんですもんね。パーマは無理、まあ、わかんない。リーチ入んなかったらメンツで戻るはあったね、はい、白あんこならね。リーチが入ってます。これは猿川さんも降りたくないけど、ああ、でも一回りするんだね。なんなん。
当たり牌は6球満です。先輩だよ。どうする？打たない。どっちも打たない。どっちも厳しいですもんね。どっちもありました。ウーマンローマンどっちか打って、うーん、まあ一応自分の手牌上、はい、うーん、どうかな。だってね、まあ、2分1で宝珠になっちゃってたしね。そうですね。これは結構、ね、積もりました。9万のつま上がり、リーチピンフツモドラ、1300、2600、一本場です。1400、2700のつま上がりを決めました。高橋地味だけど、これ結構、これ上がれなくない？うん普通だけどさ、その手慣れだけどさしっかりつま上がってくるのがやばいよねいいとこ引き入れてね拠点をちょっと回復しましたか。そうね、はい、285まで戻してますよ、ね、7700打っちゃったんだよね、トミー君にね。もうラスは抜けたもんね、はい、やっぱ戦う姿勢がね。8000打ったね。8000でした、失礼しました。ペイがドイツ、ドイツが3組、その1杯からね、はい、透明ウッズダンプ、イペコが見える、サルカは一メンツ、親番石綿はまずまずですかね。ちょっと伊達は見えないか。ペンちゃん払いとかあるけど、シンプルなのはリャンマン、はい、親番です。そんなにいいなーっていう方は、あー、サルカワさんはいいですか。うん、構想は成り立つよね、はい、単品ペイコもう1ブロックどこで作るか。ええ、スーピーもまだわんさか残っております。ここに1枚あるだけ。石渡さんもね、3回終えてマイナス 27.6 なので、うん、最後ぐらいはね行きたいけど、はい、まあただ幸いにもね3回とも全部沈みだけど30も行ってないわけだから、はい、耐えているというふうに、ん、これは残すか。残しません。ハクは温存しています。ダンプは目いっぱい。これで両面立つができた。伸びました。チーマは残しての、うーん、あ、ペンちゃん払いなんだね。これは打点みたい一打ですね、はい、ハクは振り点です。もう単品系にならなきゃ別にいらないよと、うん、暴天のテンパイはいらないと、うん、あれあれ、なんだかすごくスリムにしております。なんだこれは、うん、分かんない。急走切った人が7万を切るのはちょっと変ですね。はい、何かあるのかな。何かやってそうな人がいるってことですね。雰囲気出てます。高橋さん、あ、高橋さんがマンズのめちゃくちゃ高いってなったんだ。じゃあもう7万も持って意味ないじゃんと、ないっていう風に変わりましたかね。これは残しましょうか。6チッパで今度ね、はい、勝負手には変わってきていますが、石渡泣きを入れてきました。面白いですね。でバーピン感じそう、はい、なるほどね。今度は受けがソーズとピンズなんでね、はい、うん、悪くはないであろう。高橋さんに対しては有利ということですね。親から泣きが入っています。リャンソーのポン、リャンソー、リャンソー、リャンソー入ってた入ってました。まあね、この手は石橋さんはだってドラも泣いてだから、チマは泣きません。そんなに面前にこだわらなくて、まあね、6チッパになってたら別だけど ね、 そうですね、まあ、馬スライドさせなきゃダメですもんね。ナムさん選択ドラはね、やっぱり使い切りたいということで、はい、いいシャンテンです。9万払いになった。マンズが高橋に高い。マンズをぶつけていく石綿、やめに変化、処理をマンズを先にしていきます。サルカワさんもちょっとつも聞いてないか、はい、高橋も形は悪い、うん、これで
ペヤン凝ったけどね、どちらかというとチートイツが本戦っぽいからな。はい、雲切りもありますか。何切り、何はアーバに2枚見え、うん、泣きましたね、あんこにしたことで。ここは発信、一応ね、3万の二度受けだけどいいじゃんって。え、それかさん、ちょっと手詰まにしたかな。あっと次マンズ切りづらくなったでしょうか。でも切っていきます。C マンからにした。パーマンポン、これはテンパイではない。ジュンがね、切りづらいです。あ、おお、つむぎり、かなりブリブリですね。読み切ってるんでしょうか。はい、まあ実際中が入んないケースはこの方が強くは見えますよね。1500のイーシャンテンに見えない。はい、見えないです。おー、入れた、ウッパーピンテンパイ。そう、そういうのもあります。そういう駆け引きの部分もあります。あー、3ピン入れたよ。リーチいっちゃいます。リーチサブロッソけど、ウーピンは5用でした。当たり牌です。石渡が順を押し切って、押し切りました。はい、ウッパーピンの上がり、もっとネロンって言われて高いね、イメージがありますけども、1500。すごいな、順の先打ち。はい、苦しい中でのこの上がり、こっからね、結構こういう上がり決めてるんですけど、繋がらないですよね。そうですね、だから、まあなんならこの曲が結構大事かもしれないね。この曲が大事、はい。石原さんにとって。はい。とメンズ。純ちゃん系、ハマれば。南純統一。一色もある。ソーズがドライ色。結構悪い。二面と三面ちゃんけ。育て育て。泣きそうですね。さばいていくんじゃないでしょうかね。はい、そんな気がします。今あんこ。りゃんしゃん天使渡。パーマン打ったってことは本一だ。見てますね、結構、うん、トーンシャーも残して、あ、パーマン1枚切れでしたか。なるほど。お、じゃあもうパーマン決まりいっちゃいますか。行きたいです。たパッパー統一落とし、石渡つながるか。二度受け払いたいな、はい、パーピンキューピン行きたいけど、ローマンね。これはストレートではありますね。想像引いたね。ウッパッソーの二度受けとパーソーのドラって全部山じゃない。4山でした、ね、やばいじゃない。何本しません。しない。まあまあちょっと苦しいとこがあるってことですね、はい、これはね。アクババに1枚切れ切っていきます。こういうのってシャー切りじゃないんですね。白のやっぱ一枚切れが大きいんですね。うん、もうドラ受けがあって、はい、あの薬牌を重ねなくても、はい、もう万眼球が見えるっていうのが大きいと思いますね、うん、こちらの手牌でした。シャーを重ねましたよ。急走じゃないですか。シーソーから行きたいね、ドラ表示のね。はい、シャーナンチュンがドイツ、石綿うまくは伸びませんが、どうでしょうか。やっぱ、どうしよう。一応6ブロックだけど、はい、全部枯れてない。そうね、トンが1枚切れ、ええ、ナンが1枚ふかしたやつ。シャー出ました、ふかします。シャーはふかした。まあね、シャーだけはね、お高瀬なんで、シャー泣いた場合に全部出てきづらいんで、捨て牌的にはどう読み取れますか。これ
もうパッパー球払ってんのが見えて、第一でローピンなんだよ ね。なんかおかしいなんかあるんだけど、この曲に関してはですよ、はい、シャーチャのダンプさんの方がもっとおかしいな皮をしてるわけですよ。よく見ると、ま、おかしいなっていうか、まあまあダンプさんの場合は多分ドラ色の本質なんだろうなっていう想像はつくんだけど、一人おかしい人がいるときは、自分がちょっとおかしくてもそんなに目立たないところもあるんですよ。はい、そう。そう、いや、いいスパイスになってますね。だからね、想像の本質って冷静に見たらだよ、ローピンから打ってる人が3889って打ってるわけだから、想像の本質かなって思うのが自然なんだけど、はい、ちょっとぼやけてしまう。そうそうそう、そのダンプさんのせいでちょっとぼやけるんだよね。私あの統一落としをしています。石渡り位置でテンパイだね。サルカさんイスチはイスチマ三面ちゃん、これイスチマ打ち取れるんじゃないですか。ただイーマンが石渡んこ、そう、ね、めちゃくちゃ町自体はよく見えるけど、ダンプさんもイーシャンテンですからね。そうだね、サブロスとカンパッソ、ね、パーソ4山、パーソがまだ4山、6はね1枚しかいないけど、うーまあ行きたい。まずはチュン、まずはチュンね。チュンはポンテンが入る。東南シャンポン、東南シャンポンは1枚1枚両方現物。今なら今なら今なら全員打つ、今なら全員打つ。どうなるの、ワンどうかな。リャウソだって4山、サルカさん降りた、降りちゃった、降りちゃった。東南これはセーフ、はい、リャウソ4山です。広がりますが、うーんとね、リャンマンが今通ったことで、はい、ダンプさんはウーマンを打ち抜くと思いますが、いかない、いかないんかい。ハクが握れ、ね、ワンチャンスだったんだけどね。そうか、ハク握れ握れでしたか。いやだけどね、カンパッソ、まあだからあれですね、イースソの方がやっぱり場に打ちづらいのかな。高橋さんが来たせいでパーソーで高橋さんやめましたよ。1回え1回ですけど、あのテンパ崩しました。リャンソースライドとかせない、リャンソースライドもしないの、しなくて、両層当たり牌なんですけど、本当にちょっと見てみてくださいこの次。今アンカン、そうだ本当だね、なんでだろう、もう当たり牌です。毎回ブリブリ言ってたのに、なんでだろう、だって今回これ打点が見やもんね。はい、もうバレたってことか。バレてるもんでしょう。あーなるほど、ダンプさんもいるから、はい、もうトントナンが現物だろうが打ち出されないってことかな。うーん、上がりは遠いだろうと。だってダンプさん何打ってないもんね、実際そうですね。嘘吸収、嘘ゼロになりました。結構すごいねこれ。すごいです、今までの推しを考えてください。ドラパーソーだからリャンソー補充になるもんね。はい、でもあれかやっぱアンカンの後だからやっぱり怖いは怖いもんね。アンカンの前でしたね。前だった、前でした、前だったか。いやー見事ですよ、リャンソーがね当たり牌だったことも確認できました。パーソン打つっていうのはなかなかないですからね、ドラで、すごいね、はい、今日は高橋さんが一段とファインプレーなどいろいろミラクルを起こしています。すごいね、ちょっとインタビュー聞こうか、はい、ぜひお願いします。石渡れんちゃん補充回避でね、当たり牌もう一個吸収しての、テンパイルゲットですからね。ダブトンが統一です。続いて高橋。ベイが4枚使い、ドラ1枚。ドラドラです、ダンプ。アルカバはちょっと見劣りするでしょうか、どうでしょう。縦も見えてきますが、先ほど言っていたように、ダブトンが統一の場面はチートイはなかなか行きたくなくなるでしょうか、ね、見事でしたね。そうそうそう、石渡さんね、伸ばすチャンスですよ、ね、あブルペン引いちゃって、カンカンするんだ、ここでやる気のペーアンカンやる気がみなぎって、はい、一転してダンプさんもドラドラだからなんとかしたいけど、数万つもぎりはあるんですか。うん、まあ公式ルールだったら ね、ドラの統一以上固定は結構普通だけど、はい、急ぎり、うん、どう
する？想像どっちか打つ？ピンズの方いつまで一応ありますか？まだあるね、いいピン切ってるとはいえあるね、まだね。単葉系が見えてきます、ダンプ。単葉とか仕掛けのねも含めて、はい、ジドイツのイーシャンテンは石綿、こちらです、ドラドラダンプ。急走どうすんのかな、急走か。単葉を強くは見ているようです。結構できたよ、すごい。ジドイツのイーシャンテンでもあるし、出会いは一番悪かったまであるのに、ね、すごいですね。このレアシャンテンでもあるね、はい、トンどうする、あ出ない、トンが出たらポン、さんはトンポンするよね、これ。ダブトンですからね。あ出た、こっちから出た、泣かなかったです。泣かないの。チートイのイーシャンテンで勝負、はい、でもこれ今度高橋さんからトンが打つけど、どうするんだろうね。合わせるんじゃないですか。合わせません、合わせないってことは本一だ。ええ、キューピン出ました、ポンしない、しないの、しない。あピンフテだ、スッチソリアンは決めた、はい、差し子もあるね、一応ありますね。ピンズが伸びれば、何この曲、ちょっと思ったのと違う方向に全然違う行くんですけど、ナンプさんはドラ、ここで固定。これはどうですか、あ、ダメだ、トンを泣きませんでした、石綿。高橋のトンは時間がかかりそうですが、ダンプもドラドラで上がりたい。ここで形決めましたね、猿川さんはね。ワン前杯です。ピンズが訪れます。ああドラ打ったね、ドラポンだよ、ダンプさん。ドラはポン、これ似たような局面ありましたね。 そう、あったね、ありましたね。あ、テンパイ、あドラが打たれた後にドラ待ち、はい、ヤンウーワン、レアンマンの景色がいいね。山々ですかね。ヤンマンが、トンが出た。もう動けないね、シアスさんは。煮詰まっちゃってます。うん、ドラポン入った後は動きづらい ね。ドラを切った高橋もいます。安全に行くのかもしれません。ションパイの吐くトントンですか。まあ、チートイツでどこまで粘るかっていう話ですが、はい、タンヤオのねドラポンがいる以上はもうちょっともう見合わないですね、はい。お、ウーマンだ、ウーマンで打ち取りました。高め3900じゃない、ピンフィーペイコードラ3900、4500、強奪1本ってことは55。わー、これはサルカさん、え、よかったって感じですね、はい。上がりを決めました。トーン4局です。王子になった高橋です。ドラ3ピン、高橋さんね、打って取り戻してる ね、繰り返しをしてますから、取り戻しての繰り返しの人なんで、はい、この親番は、はい、あの取り戻してきました。はい、あんまりいないタイプですか、このどうなんですかね、ここまでの似たタイプだと、まあまあまあ、ちょっと僕と共通点は感じるとこありますけど、面前寄りですね。でも高橋さんはまずそこがある、はい、でもね、さっきのあのリャンパスをね切らないとかいうのも、そうなのよね、あれすごかったですよね。俺打つもんな、はい、誰もが打っちゃうんじゃないですか、あの打点で。打っちゃうもんね、あれね。三と一、ピンゾーメ、サルカワ。岩盤も引き入れました、石綿。親番、高橋、トーンを大事に持っています。ドラドラなんだよね。はい。一面連れ、マンズの本一。ダンプさんはマンズの本一。いつもあるかもしれません。中岡さんとサルカワ。ここもいいね。サルカワさんも本一あるかもしれない。はい。バニー一枚切れ。こちらです、ドラドラ。ドラは残り0枚でした。来ましたね。満茶で何か重ねた。あとはマンズと自配だけ。いいピンから入った。じゃあローマンチーマンだね。もうブロック足りてるからね、サルカワさんはね。7、9、9、チュンチュン。試合たどいた手順を見せるか。急走が普通だけど。先にっていうのがあるんですか。チーピン切りとかあるのか、一応。ローピンがね、2枚切れてて、はい、3ピンがドラだからね。はい、うわー、引いた。
ただこれだとねドラが1枚出ていっちゃうかもしれない可能性はありますね。両面払いが見えます。イマンが自身から4枚見えています。ムーピアノ開けない。うん、ただダンプさん、ちもちゃんのサルカさんの仕掛けはとりあえず無視で無視という方向にはいしてますかね。あー来た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 、チソ引き入れてどうする。3万チーピン、チーピンもある。くっつきに構えるのもあるし、チーピンポン入ってます。いろいろあるね、はい、3万打つもあるし、3万か3ピンチーピンパーピンの4択で間違えたくない。ドラが3ピン、ドラドラ使い切るって思えば、もう3万ダンプさんにマンズ高いが結構普通で、マンズ待ちにしたくない事情もあるから、はい、3万が結構普通ですね、はい、サルカワもね一応ピンズでいますけど、意外でした。これは候補に今上がってなかったんですが、失礼しました。失礼しました。あの一番手広いのはこれですね。なるほど、そうですね、手広いのはこれでした。ドラ1枚切ってもね、自分で1枚使っています。チーピンポン、チーピンポン、イーシャンテン、ツーフロです。ポンポンと入っていて、ドラー、チーマンになるかな。チードイツのイーシャンテン含みにするんじゃないかな。親の高橋もいますが、ヨアチュンも泣けたよ。すごい、イースピンテンパイ、また大きな上がりをものにするでしょうか。なんかローピンも2枚切れだったけど、はい、E ピンも3、あのポンされてたから、そうです、ね、周りが弱いということなんですか。そうね、で、で猿川さんのピンズの本一は目立ってる、はい、マンズの本一のダンプさんはまだ風呂が入ってないって、この辺の違いはありましたかね。ピンズを先に処理して、そうですね、戦いやすくできれば。あーローピンが、イスピンはポンしているため、イピンが1枚、イスピンが3枚。イスピン3枚もいるんだよね。大山でした。ね、枚ポンしてる、はい、とこの両面が4枚もいれば十分だよね。なかなかないですよ。もう想像はただのような局面ですね。想像はただだね、確かに。ただ高橋はマンズとピンズのくっつきに。石綿も粘るんでしょうか、どうでしょう。まあピンズが打てないですね、もう。パツもきついのか。あ、これで6球ピンリーチになりますか、はい。今回も十分に気合が入っております。十分に気合が入っておりますね。9ピン1のローピン2です。はい。あ、じゃあ枚数は猿川さんのが。3対4、猿川さんが上。打点も猿川さんが上ですね。ただ気合は高橋か、気合は高橋だって猿川さん気合全然見せてこないタイプじゃない、それは内に秘めたねものはありますけども。ローピン1個吸収されてました、ごめんなさい。1枚ずつですね、2対4、はい、失礼しました。石綿がおやりもけて苦しい状況、うそうですね、想図は打てないか、全部ワンチャンス。よく考えたいですね、パーソーになるのかな、ワンチャンスの、うん、2個しのげる、2巡しのげる、そうね、現物は3品だけだけど、はい、ね、猿川さんのね親の仕掛けに、9万でした。あの猿川さんのね、あー数品取られた、あ猿川の上がりとなります。チュン本一ドラ1となりました。これはテンパでせず7700。あっ、はい、ちょっと猿川さんにも気合を感じましたね今ね、上がってようやくなんかその純粋なめくり合いみたいのが見れましたね、見れました、はい。猿川が
も上がりをものにしました。乱入です。伸び取りましたね。えピンポンの発信は結構そうですね微妙なところではありましたけどね。高橋は本局は一メンツドラ1枚親番ダンプ266マンズが多い猿川石綿初統一で日頃があります。角を重ねました。チューンが出そうですけどね。どちらも結構来てるな。はい石綿にチューン高橋にチューンここでチューンかチューン打たれますね。ポンでしょうか。ポンでパワーピン。はいこれでもインシャンテン。自敗のくっつきインシャンテンですね。チーマンもポンするでしょう。そうですね。3万チーとかってあるんですか。微妙なんですかね。あるね。ある。あるんじゃない。差しごろチッチ。する、むしろするんじゃない。カウス引きました。インシャンテン。ピン。はい、ドラキューピン。ただパワーピンがね、もう、ドラ表含めて3枚見えちゃってるからこのウーピンはちょっと微妙かもしれない。はい、まあ、だからこうはする。あーパーマンは嬉しいね。はいこれでイーシャンテンが広がりました。初アンコった、ここもじゃあ手になりますね。さばくことは簡単そうだけどあこれで9ピン出る未来が白ポンの。そうねどうですかね。まあさばくければと思えば、本店の先店でドラ打ちはありますね。ああ、石橋さんが先にさばきましたね。はい、サブローマンスーマンです。先ほどスーマン切られたばかり。ダンプもイーシャンテン。何切るか。9万合わせるかな。チーですよ。合わせたらチー。チーしたら一数チーマンのテンパイ。切らない、これがダンプ。切らないよね。いいですよね、こういうのも。うん。まあ、親番だからね。はい。泣かれたら結構、自分も厳しくなるから。はい。踏ん張ってローマン切る急走と合わせたい。うーんあーでも石綿の上がりとなりました。はい初です。先点石綿の上がりを決めて親番ごめんなさい親番は猿か。まあ2局ダンプさん9万合わせないの結構やっぱり偉いですね。はい、合わせたくなります親だと。なんか今合わせたら多分あの6万が自分のとこ来ちゃうから、はい、6678みたいなのですか、うん、まあ補充になりそうだったもんね。さあ何2曲、はい、ダンプさんはもう今日は親がありませんね。高橋さんもなんかこれで終わっちゃうと悲しい気もありますね。踏ん張りどこですよね、やっぱり。まあジャンプからね、こういう風になるのは、もう自分でも自覚してると思いますよ。でさっきも言ったように、その2発目を食らわないうちは、あのスコアも含めて保てるんですけど、はい、こうね、これ2発食らっちゃったんで、はい、食らいました。こういう時の戦い方はあのやっぱ課題になってくると思いますね。だってジャンプからだってあるもん、こういうことはね。ありますね、うん、その分伸ばす力が大いに持ってる選手ですか、ね、あれね、リャンス打ってたらもっと持ち点は削られているところです。そうね、そうか、そういうとこバランス取って。そうだよね、そう、あそこで一工夫したって自覚があったのかもしれないね、はい、うん、ちょっと取り戻せるかなって。またね、そうそう、で親番で整った配置もらって、強めに上がりを見てドラから打ったけど引き負けたみたいな曲だったから、はい、今曲高橋は 1-2-3-3 色を追って3ピン切りとしました。もうピンズで染まっている猿川、形が整っている石綿ドラ1、 1-2-3 がうまく決まるか。高橋いい層残しが生きるんでしょうか。猿川が動きに出ます。まあ本日ね、1通まで着くような体
形となっています。ただあまりいい形とは言えないね、はい、まだね。いいシャンテン、管理アソ6球ピン、ナンバさんも6チッパ、そして石綿は単品系が、結構ぶつかりそう。あ、パーソー先打ちたいけどな。9万がね、縦来て順ちゃん変化、うん、まあ前順急走打ってるからそれはしないか。ちょっと質問が届いていたので、猿川さんは何期へ積みますか。お3色来ました。カンチーマのリーチです。猿川さん、はい、前期で38期後期 B1 で2昇級で決めたんですが、戻ってきたんで、その前にどのぐらいいたんだろうね。32期から36期まで A2 に在籍してました、うん、で一度降級して39期今期にまた戻ってきました。から戻ってきた、はい、さあリーチを受けています。 A1 もね1回行ってるんでね、1年ね、30期に A1、 あ、2年ですかね。あ、2年か、ごめんなさい、ね、いえいえ、ダンプの更新のリーチ、あ、捕まった。あ、うん、まあまあ、春川さんもリーチ来られたら降りですね、はい、あ、石綿さん難しいな、戦いたいな、戦っていいですか。戦いたいけど、はい、現物のパーマンからね、うん、形的には地相当が来たかったんですかね、うん、リーチ入ってなければね。ね、ゴロチにはなりづらいというか、まあ、できるけどドラが数層だからね、はい、これで無筋を切らなきゃいけなくなってしまいましたが、降りるがあるか、うーん、10パーピンはね自分が暗号で持ってるとこだからちょっと嫌ですかね、切りづらいもんね。中筋のローピン、中筋3ピン、あ、そうかと、そうね、はい、中筋だね。高橋さんが追っかけた、高橋はピンフドライチ6球ピンね、まあ3色にはならなかったけど、ドライ引きからの嘘引きは結構ありえるけどね、現物なのにリーチ、追っかけリーチ、はい、これも結構できない方いるんじゃないですか。できないっていうか、まあこれもね、パーソーローピンが打たれた、ローピンが打たれた、3球高橋の上がりです。猿川から高橋へリーチピンフドラ3900、どうでした今のリーチも含め。あの親の猿川さんが手詰まったら打ってくれるとかがあったのかもしれない、もしかしたらね。ああいうのって藤島さんはリーチに行けます。いや、戦い方としても決めてます。僕はあの後手の要は役割の現物はほぼ曲げることはないです。リーグ戦では、うん、リーチはしないと、はい、そこでの加点よりも、その先手の人を一応尊重すると、やっぱりその人のね、その打点とかがもう安いって読み切れてれば追っかけちゃうとかは当然あるけど、はい、その読み切れるケースが少なすぎるんで、はい、基本的には役割の後手は闇点にすることがめちゃくちゃ多いですね、はい、僕は。ね、なんか条件戦とかだと私は思いますけど、まあそうですね、リーグ戦に関しての話ですけど、長いんでね。まあ、ここが強みの一つでもある高橋、イーハンアップしての3球の上がり、まあこれでね、あと残す2曲、うん、だから高橋さんはだから戦い方としてこのパターンもそのリーチで強くいくっていうのを、はい、あのパターン、戦うパターンとして持っている選手っていうことですよね、はい、ストレート、ダンプは何をポンしていますが、手の内ドラなどはありません。でもね、いろいろある、これリーグによってはその現物待ちの役割を曲げて、ええ、まあ曲げてとかリーチ打って、やっぱりなんていうかな、ダマ手にしてくれよってあります、怒られるケースもあるから、ね、で展開悪い方に向くこともありますしね。そうそうそう、結構だからもっと見えてるその銅鐸の選手から後から言われるケース、はい、あのダンプのリーチ高いに決まってんだから闇手にしなさいよとかね、はい、うん、でもこの映像結構見てて、ね、うんうん、やっぱそれでもこれをできるっていうのもまた、うん、結構ね、そうね、なんか分かんない、その辺の兼ね合いもあるけどね、うん、まあ押した牌が強ければ別に闇手の意味ないでしょっていう考え方も、はい、あ、それはなんか持ってる方多いですよね、わ、はい、うん、かるし、ええ、
から浮かばが、シャーシャーありますね。イシャンテン戻す、レアシャンテン戻すはあるけど、まあダイレクトのね差し子がある分、はい、ウーピンローピンになりますか。カバラドリアンマンサグロソ、そして石畑親番です。まあ366持っているので親を落としても浮きは確保できそうですけど、ね、あ今度はシャーシャーだね、単葉がついたから、はい、ね、石畑さんの中でどう今日まとめるかっていうのもあるから、はい、どれぐらいの意識を置いてるでしょうかこの親番。ペイは1枚残しています。なんかピンズが押し寄せています。これでイーシャンテン、ジャントがない形。サルカワも育ってきました、イーシャンテン。イーシャンテンだね。トラは残り2枚。2枚いるんだね。はい。広げない。これでジャントできてくっつきに。チーソーポンもありますが、石綿が泣きを入れました。チーテンだね、サブロワ日給。そうか。あ、これリーチだね。リーチとなると大体リーチになりますけど、高橋さんの場合はリャウマのリーチです。リーチ単位をそうかそうか、石橋さんは猿川さんが残機打ってくれたおかげで、はい、トップになるパターンが結構増えてきましたね。現実的になってきたんですね、じゃあ一上がりしましょうってことですね。ここは結構プッシュするんですかね、親番でも。いやでもやっぱり休めのリーチは嫌ですよね。あ、そうだ、出てましたよね。沈みまで今度ある、はい、浮きがまず市場命題なところに一応トップ取れそうだったら取るっていう、はい、そのぐらいな構えだと思うんですよね。急走はまあ行ったけど鎮走が3巡目なんで比較的にはおっと、うわ高い。リーチタンやおつもドラ23,900、強い、何発もらってももうめげない、めげないね、はい、本当に。やっぱさっきの電極が生きてんじゃないですかのリーチで。いやだからそれもいろいろあるだからね、その人によってはあるからね、はい、まあ、今第7節だから、はい、まだ そんなに相互関係がないから、うん、その人こいつに打つと良くないとかがあんまないからあれだけど、はい、そういうのがね出てくるとまたリーチやめてんの判断もちょっと変わるとかあるんじゃないですか、親番連チャンする意思がかなりありそうです ね。286浮きまでも見えてきました。ガンは入って、あら、いやめっちゃいい、ハイパイがいい人が2名います。はい、親のね高橋さんもかなりいいですよ。いいですね。こちらパッキー払い9万からダンプは236でラスを受け入れる上がりも入れたくないね。さっきのゲンブラリー、はい、自分のほら三色のリーチにさ、現物の役割で追っかけに来た高橋さんに、はい、ありましたね、受け入れてラスを自分のラスを受け入れることはできないって、はい、多分なる。それが人ってもんですよ、うん、負け逃げってなりますね、うん、まあ、どっちもあるけどね、まあ、ただ高橋さんに親をやらせないっていうのもあるしね、はい、だって高橋さんに上がられると自分が一人沈みになるからね。それは一番嫌ですね、うん、そのパターンの中では。そうね、カンローマン入っちゃ う。カンローマン入っちゃいましたよ。イーシャンテンゴロチ含みにしてていうかゴロチだね、イーシャンテンだね、丸見えですね、ゴロチクイヤ闇天じゃないですかこれ。リーチかな、いやー分かんないどっちもありそうだな。誰かはリアシャンテン、闇天じゃないの闇根曲はだってそのね、結構あるよこれ。あのなこれはどうする、これ難しいよ。スーソーううもあるし、スーソーっぽいパーピンつもぎりもなくはない。ウーピンはちょっと弱いね。パーピンつもぎり、その周りに対する自分のイメージっていうのが結構あって、はい、高橋さんってリーチキャラかなとかあるじゃないですか、こんだけリーチで、うん、だからいざ入った親の高い手は嫌み点あそれクラウド結構しびれますね。し実際ね、高橋さんそういう手法を使ってた場面ありましたよ去年、うん、
なんかこの間だいたいリーチ来るだろうと思っちゃいますもん。そう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 、イメージ戦略ですよ、リーチ来るまでいいかなみたいな、うん、そう、リーチ来るまでいいかなを逆利用して危ないな、ちょっと天杯入ってみてほしいものですが、うん、ただね、カンローピンがもう山にいねえですよ、これはね、やみてね、あ、ほらやみてんじゃないですか、カンローピン、山にいねえですか、出る選手はどうですか、いねえですね、いねえですか、一応あるか、一応ありえるね、出る選手ね、あ、ダンプ、別にダンプさんがね、はい、カンローピンを横に伸びれば、ウーピンの所存は、2枚、1枚か、1枚残ってます、ああ、びっくりした、びっくりした、びっくりしましたよ、シャツさんが打ったらちょっと事件だからね、タイヤを3色イペコ、だって12,000でしょ、はい、ローは12,000、2万切った、いやでもダンプさん大丈夫だと思うけどね、積もって4000ホール、シャツさんが、はい、どうしましょう、まだレアンシャンってんだね、この手を乗せる選手はいるんでしょうか、どうだろう、どう見えるかもあるよね、うん、まだ目立ってないもんね、とにかくね、全然わかんないもんね、はい、ピン切ったあ、これでいいシャンテン、石渡さんですね、でもこれってローピン出る未来生まれてきてません、やばいね、パーピン立てばさなりはパーピン立て、パーピンは、ね、ないんだけど、はい、だってその横に強い牌引いたら、パーカンチーピン払いが普通にあるよね、はい、ありそうです、そのマンズが4連携になったりさ、キヤン、その時は12,000、やばいねこれね、このオーラスね、うわ、これはドラが出る、つもぎり、あ、そかそか、つもぎりかドラが出てしまう、なんかでもずっとつもぎり、ずっとつもぎってるぞって、おかしいな、おかしいな、で猿川さんリアムワンテンパイ入ってますね、ありがとうございます、ピンフ高めイペーコ、はい、上がればトップ、これリャンピン切りリーチがあるのか、リャンピン切りリーチあるね、石橋さんはトップだからね、リーボー出しました、リーチドラドラカンチーピン、チーピンは追っかけませんよね、はい、これもありえるけどね、サルカはどうするか、サルカさんどこまでいけるか、うわピンズはね打ちづらいね、あのね、いや押すもあるけどな、やめた、まあね、打ったらトップどころか沈みまでいっちゃう可能性があるんで、はい、なんだろうな、あ、ちょっと見えないね、なんだろうな、酸素アンコッター短期にできるけど、ウーピン切って、うん、おー強く押した、これが生きてくるんでしょうか、これはいいね、はい、だってね、ウーピン中筋っつって打った後にさ、なんか持ってきてチーピン勝負で、なんかもチーピン勝負ありえるもんね、ありますね、よく見ない、よく見る光景ですね、まあ、ただ依然危ないですよ、普通にスーピン持ってきたらチーピンになっちゃうから、はい、あ、そうですね、あ、ここにチーピンが来て石綿の当たり牌がなくなった模様です、猿川の復活はあるのか、ペイが通った、ペイはペイペイで回れれば、あ、これはあ、これは大丈夫ですね、中筋の方打たれます、うーん、そっか、ペイペイで回れれば猿川さんも復活できたんだけど、いつもがありません、究極ですね、うわ、これ中筋だね、はい、粘り切ったね、これが相手、ダンプが最後の牌を悩んでいます、ペイは20枚に通ってるけど、サルカさんに一応手出しが入ったんで、より安全な牌、キューピンの方2人テンパイとなりました、手が相手、グッと、高打点決まりませんでしたが、連チャン、強卓1本見ました、大量が動いたことで、はい、また激戦ですよね、高橋は浮き、高橋さん浮きに回った、じゃあ今一人沈みでダンプさん、ダンプさんは今度は一人沈み逃れのために何かやってくる可能性ありますね、はい、状況は変わりました、ドラドラ、ここでまたドラドラとか入れてくるのすごいね、来てるな、シャアから、あ、でもかわせます、来た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 、浮きは厳しくもないか、うん、まあ、プランニングを考えてますよ、はい、積もれば一人沈みは OK、 OK、 マンが上がると浮きまで行くし、はい、
と上卓一だから、まあ、トップはなかなか難しいけど、あるか、あるね、ありますね、あり得る、あり得る、あ、ギリギリダメだね、ダメ、マンガン相撲でサルカさんを100点かわさないような展望状況ですかね、はい、けどね、どうせ一人沈みだから狙っていきたいけど、三層すごいな、通層三層って打ったんだね、縦縦、うん、想像は見ないで縦、ね、これ三色同行もあるじゃないですか、一応これね、リャンマン重なるからの三同行ね、三同行、リャンハンアップ、それ見たのかな、本当かな、いやないですか、どうなんだろう、あ、サルカさんも、はい、かなり嬉しいんじゃない、イーシャンテン違うか、リャンシャンテン、あ、イーシャンテン、イーシャンテン、イーシャンテン、ペンサンマンとウッパーピン、ただ、はい、ここはもうペーペーですか、リャンシャンテン戻し、はい、イーシャンテン取らずです、これで、うん、これはいい万切りそうですね、9万だったらね、いいそういいそうだったけど、スピード感がねありますね、結構、うん、石綿は本日チートも見えています、これどうするかな、猿川さん役なしになって、はい、あ、でも今いいそうが打たれちゃったことで336リーチは打たないね、さすがにね、むしろ泣いてタイヤでとかですか、形が良くなってきます、それはあるね、1万チーマンチーのイーソイソはあるね、3万チーはどうですか、3万チーは しづらい、うん、あのスッチーマンがもうすでに弱いから、本当だ、表示牌で1枚見えてて、うん、まああとは、はい、ないな、チーマンチーだけだね、対応に渡れるというか、はい、高橋さん6チップ考えてるんですかね、パーソー切らないで、うん、ドラがウマンで使い切るなら9万っていらないけ ど、はい、でもね効率で取っとくかどうかでしたね、パーソー切りでした、ちょっとずつ伸びてはいます、うん、チャピンズの本質発信はするのかな、ギリギリ難しいとこですね、分断されていて、うん、そうなんですよね、しかも自身がペーチャであんまり仕掛けたくない、はい、332です、もう一個縦が来れば、あ、来た、これで動きやすくなります、動きやすいとは言えないけど、シャーポンとかはね、はい、あのワンパイなくなっちゃうからあのしづらいけど、してもいい形になりましたか、ヤンピンもちもちです、高橋さんが欲しいウーピンが、シワスさんが3枚になったから、なかなか厳しい部分が残っています、でレアンピンがもちもちでしょ、レアンウーピンの二度受けだもんね、はい、高橋さん、そんなが横に伸びれば、おパーピンリーチいっちゃう、リアンメンならばリーチ、この場合だけリーチがありましたね、ウーピン1のパーピンが、はい、3じゃない、3です、4山、そして高橋が選択を強いられます、ローピン現物、高橋さんはね積もられてもどうせ沈んじゃうんで、ここはドラドラだし行くんじゃないですか、はい、オッパピン4山押し返しを、うわドラ、ドラはちょっとやってないねかわいそうに、あ、パーピンキャッチだ、打ち切りましたね、仕留めました、はい、リーチを打って見事上がります、リーチドラ2600-2900同卓1本、さあこれで4回戦が終了となりました、トップを守りました猿川、そして2着には石綿、3着高橋の4着ダンプとなります、はい、 A2 リーグ第7節 B 卓全4回戦が終了です、この後成績表も移りますが、まずは選手に、うん、そうです ね、まあ早い試合で、はい、結構まだこんな時間なんだって今思いましたけど、はい、でも面白いねことが結構ありましたね、早い中でも、はい、うん、今日はちょっと高橋さんが主人公になる局面 もいや、そう多いというかずっと主人公だった気がします、はい、高橋さんが、はい、うん、なんかね、その石綿さんはちょっと今日は配勢が悪かったから引き気味になる曲が多かったし、うん、猿川さんも手数は今日はかなり少なかった方だと思います ね、
まあ、それぐらい苦しかった局面も多かったんでしょうか、うんはいうん、ダンプさんはいつも通りかなって感じはしましたけど、はいうん、もう最後はラスでしたからね結構マイナス3はなったんですかね。まあ一人沈みじゃなくなったんで別にいいやって感じだと思いますけど、はい、マイナス20ぐらいですかね今日ダンプさんはね。マイナス20ぐらいで、うん、さあまずは一人目の選手にお話を聞いてまいりたいと思います。対局を終えましたダンプ大橋プロです。ダンププロお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、あ第7節を終えました、はい、まずは感想をお願いいたします。あそうですね、なんか全然噛み合わなかったですね。うんあのまず1回戦目のテンパイから6球満でポンしてる6球満でチュンポンしてダッチーマンでしたっけ。でそれがピフィペコにちょっと刺さるみたいな、ね、もうテンパってんのみたいな、ね、早かったですよね、はい、結構あとは何局で本一に向かった局面日球はいはいはい、はい、あれとかも見事あれ、ね、あ残球かあれですねリーチ受けてて、あそうですそうですブーピン引いて2ピンポンテンかな、はい、6球ピンう、うんうん、あれなんかもう見事でした。こっちの言った通りにやってくれたんで、はい、まあでもどうなんでしょうね。もう一回粘ってると結局ローピン入っていやまあそこじゃないですよ。やっぱ3層から強くいってるとこがやっぱり素晴らしいプレーに見えるわけですよ、まあ、こっちは。まあでもなんか、はい、だったらみたいな曲が後々出てきちゃうんで、うん、あの3回戦のトンパツの77打ってやつとか、はい、そうか だったらああいうのっちゃダメだよなみたいな。だからなんかあんまりね、全体的にこういう繋がってないっていうか、うん、確かにウッパーそのね、はい、ドラドラとはいえね、まあ、もう余ってるから早いシャンテン、ねはい、嫌なそうな局面にはなってた。そうだからなんか、うん、あんまりやっぱなんか噛み合ってないですよね。4回戦目も今ねオーラスの2曲が、ハイパーいいんですよ、はい、ハイパーいいね。でも何も引かないですね、はい、あれでもあれは3アンコを見てたんですか、 3色同行見てたんですか。2の結局浮くとしたら単品ドラ1かメンターツもドラが本線で、はい、まあでも縦逃してドラ引けなかった時は結局縦見ないと打点取れないじゃないですか、はい、だったらまあ結局単品に絶対必要なドラと別にメンターツドラ1でも場合によっちゃ着順上がるし積もれば OK だしって考えれば、はい、数層三層金の場合一番受けありましたから、ね、自然かなって、はい、まあ三層がなんかね青積もぎって三層が重なれたかなとは思うんですけど、はいまあ、ちょっとなんかあれ手拍子に切っちゃって別にタイヤ落ちといたよなとか、うん、だったら青いらないなとか、うん、はいは思いました。藤島さんを見ていて今日のダンプさんどうでした。なんか別にいつものダンプさんでした、うん、割とそのめちゃくちゃすごいなんか今日はなんかそのいつもに比べてこの第7節の割には上にいるじゃないですかダンプさん、もちろんですよだけどまだなんていうか通常運転だなっていうふうな感じで見て取れました、うん、あとあれっすね3回戦のオーラスがちょっと後悔っていうか、はい、サブロキューワンのチーテン取ったじゃないですか、はい、あれ取っちゃダメだなっていうのがどうなんですか。で結局あの展望状況じゃないですか、はい、リーチ打って周りにリスクさえ押せないと、はい、自分が結局3対1で弱いじゃないですか。あ、はいはいはい、だったら3アンチ点は取んないで、まあ、実際9アン下げてそれでリーチ打ってる方が、周りに対して、ね、プレッシャーかけられたし、うん、場合によっちゃ、ね、周りも降りるって選択肢出てくるんで、うん、で自敗の降り打ちとかもあるかもしれないし、だからあれ結局注意してまあ単葉杯だからっつってバック取ったんですけど、はい、あれはなんかすごい良くなかったなっていう、はい、でしかもドラ下げてね積もられて結局ラス引いてるんで、うん、結果込みで全部ダメだった、はいはいはい、結果がねついてこなかった部分だあれだけはすごい後悔ですね、うん、まあねダンプさんは見え方を結構意識する選手なんで、だからその最初に言ってたねその6球満の、はいテンパイからポンしてサンフローにしてチーマン打ってのパーマン短期にした曲とかも多分あれはそのフェイスを強くしておいた方が周りが降りてくれるっていうそういう駆け引きがあったからああいう立ち回りをしてるんでそういうダンプさんからすればやっぱりそうですねそのオーラスの立ち回りはワンスルーはあったのかなって今聞かれ言われて思いましたね、はい、まあそうですねみんな押してきちゃいますもんねあれ、うん、チーしちゃうと
テンパってる人は絶対そうだし、はい、リーチには降りるけどっていう人結構多いと思うんで、そうですね、まああれだけは本当になんかやっちゃったなって、まあ、あとはなんかもうしょうがないかなって割り切っちゃいますね、うんうん、はい、はい、成績ご覧ください。本日のダンプさんです。第7セット終えました。マイナス 21.2 ということでトータルはプラス 66.0 の5位となります。第8節は A 卓で枠津客の井手というメンバーと戦います。8節に向けての追い込み、ファンの方へメッセージお願いいたします。うん、そうですね、まあ今日ちょっとダメなのもあったんですけど、全体的にはまあね、内容はそんな悪くなかったかなと思うんで、まあこんな感じでね、ちょっとあのついてる日あったらまた大きめなポイントを稼げると思うんで、はい、まあこんな感じでとりあえずあとは10節目に、ね、勝負で上4いければいいなっていう、まあそこは変わんないですね、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。ダンプさんはスタートは4位からで1ランク下げて、うん、まあ、まだまだえあとね4節プラス最終節5回、まだまだ、うん、20半ちゃんまだあるわけですからね、はい、続いての選手です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。石渡正さんにお越しいただきました。まずは本日終えての感想からお願いいたします。あ、今日はねちょっと悔いが少なかったですね、はい、もうそれにつきます。今日はなんか結構やっぱ見ていて、こちらで見ていてその場面苦しい中でも、うん、こう立ち回って立ち回って細かい上がりだけど決めてみたいなのをこう伸ばそうっていう部分を感じたんですが、なんていうんですかね、はい、食いがやっぱりワンテンポ遅いよね。本当ですか。いや、あの、やっぱりちょっと微妙な手の時に動かないっていう選択をしてたイメージがありました、はい、うん、そうだね、ダブトンとかね、うん、ダブトンもそうだし、あ、ダブトンありましたね、うん、まあ、局面がねちょっと変わってるんですけど、うん、あの動いてもいいなって思われるのを結構我慢して動かないっていう選択に今日はされてたイメージでしたね、はい、うん、だから、うん、まあ悔いが少ないに尽きるかな、あの今日の今日の感想は言われたら、まあ、それにつきますね。もうちょっと食ってたらこんなになってなかったんじゃないかなと。ただ3回戦のトーン2局先手上がった局面はあのリャンワンチーでしたっけ、藤島さん、うんうん、はい、で、1223のメンツ壊してね、はい、メンツ壊してタンヤオに向かって、はい、上がりを決めてっていうのを、まあ、ああいうの普通だよね。あ、そうなんですね。なかなか泣けないです。僕からしたら普通なんだけど、はい、ああいう食いができなかったっていうか、ちょっとやっぱりワンテンポ遅れちゃった、あのダブトンもそう、今のハンちゃんも、はい、うん、だからあんなのパワーピンポンからいっちゃってもいいんじゃないかなって、はいはい、うん、だけどちょっとやっぱりあの1122って下のメンツがあったから、はい、あそこ、ね、2万からポンってできればいいんだけど、あそこをパーピンからポンっていっちゃって最後まで出ないと1122って多分残っちゃうから、はい、そうなっちゃうとダブトンも出ねえしちょっと厳しいかなって、1万と2万からだったら多分動いたん、うん、まあね、生地チートイズのイーシャンテンになっちゃってましたからね、そうなんだよ ね、だから今日は もうそういう風にしちゃったからダメ、はい、もう食いが少ない今日は、うん、今日はね縦も結構多かったですが、でも守備が光る面もいやありましたね、ありましたよね、はい、あの本一ドラドラでしたっけ、あ、そうありましたね、はい、あ、あれイーシャンテンで、うん、ドラドラでね、はい、あのイーシャンテンでねワンチャンスのチーマンぐらい打ってもいいかなと思ったけど、はい、うん、ピタッとやめてね、あ、まあいや本当はそうなんだけどね、なんか今日は本当にあのオーラス迎えると上がった人がトップみたいな展開ばっかりだったから、はい、2回戦も1人沈みになってね、うん、そうだからリーチをしてもちょっとね今日は積もれてないんじゃないか、1回でも積もれたら余裕だったんだけど、あ、確かに1回も積もれてないんでね、そこら辺が、うん、うん、あの要は高橋君といつもつもごっこになってたんだけど、はい、まあ1回でも出てくれてたらまあ多分こんな風にはなってないし、うん、食いも少ないし、まあ課題が残った7節ですね、はい、うん、ちょっともうちょっと、はい、あの鍛えて勉強してこないとダメかな。成績ご覧ください。石渡プロです。マイナス 20.4 でトータルマイナス 21.8 は10位です。いや沈みすぎだねこれね、
第8節 B 択です。内川、明石、柴田という3名と戦います、はい、まず8節に向けての意気込み、そして応援してくださる方へメッセージをお願いいたします。はい、まあもうあと4節なんでね、やっぱり下も上もまだ見えるところギリギリ、はい、うん、ですからまあとりあえず8節はもうプラスっていうプラスにするってことを前提に組み立てていかないと多分ダメなんで、まあ次の節まあできるだけ浮くように、はい、ちょっとまた鍛えてきます。はい、はいはい、ちょっとダメだったかな。食いはどうするんですか。え、食い、そうだね、もっとこう自在にね、ないいけるように、え、うん、頑張ってやってきます。はい、楽しみにしております。はい、本日もお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。したちょっと独特の表現ですもんね、はい、悔いが決まらなかった。最初は私悔いが残るっていう、そう、僕もそう思ってました。悔いが決まらなかったと、泣きってことですね、うん、はい、まあ、でもそんな中マイナス20でまとめたんだから、そうですよ、苦しかったですもん、ずっと。そう、結構なんかね、すごいはすごいですよね、頑張ったなって自分の中で思っちゃいますけどね、はいはい、結構いつもより後悔してたような感じだったんですけど、ね、うん、はい、続いての選手、高橋涼介プロです。高橋プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、第7節を終えました。自身としての感想、まずはマスク取っていただいてよろしいでしょうか。そうそうそう、すいません。はい、自身としての終えての感想をお願いいたします。ま、受けたのは良かったんですけど、はい、猿川さんにプラスされちゃって、しかも宅内トップ取られちゃったんで、まあ、ちょっとトータルで見るときついなとちょっとせめて沈めたかったなと思ってたんですけど、はい、まあ、戦略上ですね、それが叶わなかったので、はい、まあ、ちょっと手放しには、はい、喜べないかなという感じですね。ただこっち見てると常に主役はもう高橋さんだったような、このいろんなプレー見せていただいたんですけど、まずはあの1回戦にない曲で結構煮詰まってるかなって局面で、猿川さんがドラのロースを切ってきて、あ、はい、リーチ打って、リーチの実のカンパーピン、はい、まずはあそこがもう聞きましょう、はい、どうだったんですか。自分の中、自身の中ではどういった構想で、石渡さんがちょっと高そうだなって、まあ、二差しの三色とかドラドラとか、はい、まあ、高そうだなっていうのと、まあ、猿川さん確実にテンパイなので、まあ、2人の上がりを潰すっていう、まあ、価値があるかなと思ってたんですよね。で、まあ、ローピンだと勝負いけないですけど、はい、まあ、パーピンだと結構いそうな感じがしたので、はい、まあ、あそこは打点というよりは、まあ、2人の手を潰すっていう意味で、はい、リーチかけたって、ね、素晴らしい、本当に。なんかこの辺は僕もリンクする部分ですね、本当2人の手を潰すために頑張る、はい、だって馬強いいもん、カンパーピンってなるわけですよ。藤島さんもそれでもちょっと行きづらいよねっていう話をしてましたよね、うん、まあ、それでも行きづらいなと思ったけど、はい、立派でしたね、はい、ね、いい押し見せてくれました。そして2回戦の南山局の押しもすごくて、親に入ってドラ1枚打ってて、ピンズが 1,2,3,4,5,6,9、はい、でマンズが何でしたっけ、マンズが西五郎とか、西五郎でかなり関西マンのドラドラで追っかけたやつですね。そうです、そうです。で、ローマン1枚だけ現物で、はい、だいたいローマン切っちゃうのかなって思ったところで、高橋さん強くいってドラ重ねてリーチまで踏み込んだんですけど、まあまあそうですね、まあ、現物ローマンしかなかったので、はい、まあ、手詰まって打つのはちょっと精神的にくるので、まあ、ただニャンゾーと言いそうのちょっと切り順は後悔してたんですけど、あ、本当ですか。あ、はい、まあ、2、1で切ってれば良かったんですけど、うん、ただ四五郎三色見てたんですよね、はい、あと、まあ、ニャンゾーは頭になると四五郎と一通の、まあ、天秤がかかる手だったんで、はい、まあ、自分の手だけ見て目いっぱいに構えてたらリーチかかっちゃって、はい、まあ、もう腹くくるしかないなと思って、なるほどね、まあ、ニャンゾー切るのは決まってたんですけど、まあ、ちょっとダメージ受けた時のためにですね、気持ちを落ち着けさせて、まあ、リアンゾー行ったって感じですね。まあ、運よく通ったんで、通って、まあ、キューピンが重なったん で、ね、まあ、相手のちょっと大物手が少し可能性減ったかなっていうので少し安心はしてたんですけど、はい、まあ、上がりたかったですね、できれば。でリーチに踏み込んでと、うん、あそこも見事でしたよね、うん、藤島さん、はい、そしてこの押しも見ながらの最終戦でリャンウッパッソ本一でもう自身テンパイで漫画のテンパをしてるとこで
ドラ持ってきてリャンウスをスライドするのかなと思ったらやめたじゃないですか。あ、そうですね。あれすごかったなと思ったんですけど、行くんだろうなって思ってたんですよ、勝手に。まあ、トンナが1枚ずつしか、ね、残ってなかったですよね、はい、で両脇からの出上がり期待できないし、できない状況になってたってことで、はい、であのまあほぼ経点みたいなもんかなって思ってたんですよね。すで、リャンウスを引いたらあのもう降りようって決めてました。すごい。だからただトンナの多分切り間違いで、はい、あのトン取っとけばでしたっけね、あんこになってましたかね、あんこになってて、はい、2000予選あったんだっていうので、うん、まあ、悔いはしましたけど、まあ、リャンウスが当たってたんで、はい、当たりでしたね。まあ、感触は悪くなかったですね、まあ、ピント合ってたなと思ってたんで、はいはい、あそこも藤島さんから一言を、ね、だってね、こんだけ、うん、そうですよ、攻めてて満願の天敗だよ一応、はい、で止まるんだからね、はい、やっぱりそこは素晴らしいプレーに、まあ、その対比がねやっぱ素晴らしいですよね、うんとは思いましたね。もうちょっと順目あれば行ってたかもしれないですけど、はい、まあ、終盤だし、でまあ想像何引いてもチーしても天敗取れるんで、まあ、もうほぼ経点かなっていう感じで、はい、途中で切り替えて、まあ、やってたって感じですね、はい、高橋さん見てるとこう放銃しても放銃してもこうストレートにリーチを打って、うん、それで加点をどんどんして自分のものにしていくみたいなのね、こういう局面で感じましたけど、はい、運良かったですね、なんかあのまま手配になかったらもうグダグダなまま終わってたので、まあ運は良かったなとは思ってます。藤、はい、島さんから一言いただけますか。いや、このジャンプで、はい、残りの節も戦ってください、はい、楽しみにしますご覧ください。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、終わっちゃった。スコアをまず見てもらって、ね、プラス 17.1 でプラス 55.1 は6位です。高橋さん、第8節はあごめんなさい第6節が残ってますね。あ、そうですね、はい、次木曜日で、はい、来週の木曜日は涌津山田柴田と戦います。6節に向けての意気込みと応援してくださる方へ最後にメッセージお願いいたします。はい、そうですね、ちょっと昇級、まあ、見える一応頑張れば可能性ある位置だと思ってるんで、はい、まあ、日和らず自分の麻雀を打ち切りたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日の勝ち頭は猿川さんになったわけですね。そうなんだけど見てよトータル首位になりましたよ猿川さん。本当だ、瀬戸久保さんを抜かしてついにずっとねこの A2 は、はい、瀬戸さんがね首位で引っ張ってきたんだけど、はいはい、誰かまだ分かりませんね全然ね、うん、はい、猿川雅俊プロです。猿川プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。第7節を終えてまずは感想をお願いいたします。そうですね、今日ずっと接戦で、はい、ちょっと苦手な展開だなと思ったんですけど、お最後までねオーラスまで、まあそうですね、まあ、1回戦のやっぱオーラスがねすごい大きかったですね、はい、あの手組みとかリーチ判断も難しかったですよね。そうですね、3球だと浮かなくて、まあ、1、3、2、6は積もって OK だったんですけども、はい、まあ、3球2着だったんで、はいはい、まあそれでもぐらいだったんですけど、はい、ちょっとローマン引いて良くない方くっついちゃったなと思ったんですけど、結果は一番良かったですね。はい、トラが出ての、まあね、現状ラス目だったから、そう3球でもまあ2着になれるっていうのが良かったですか、はい、うん、あとはあの1回戦に、地獄のシャワー短期でダンプさんがリーチでしたっけ。 ありましたね。あそこで結構手配的にはなんかシャワー打ってもおかしくないかなって思ってたんですけども、地獄のシャワー短期、はい、でシャワーが2枚切れてドラがシャワーで、あーはいはい、僕もドラにしようと思ったね。ドラが重なるからジャントなくてね、サルちゃん、はい、ドラが短期だけは勝負しようかなと思って、はい、はい、あそこもシャワー打つでね。ね、うん、そう。実はめちゃくちゃ安定感がありましたね、今日猿川さんね。一個そのなんか役のない仕掛けを一発オーラスにしてたのは、はいはいはい、ちょっと逆に印象に残りましたけど。あれはどうだったんですか、自身の考えとしては。オーラス役のない仕掛け？なんかめちゃくちゃ白が重なって。ダブルダブル。あ、そうそう、白が後から重なって。はい、そうです。そうですね。まあ、どうだったんですかね、まあ、ちょっともうあれ以上無理かなと思って、まあ、流局っていうよりはちょっと自敗も3周ぐらいね、その後切れましたけど、もうこれ以上ちょっと広げたくないなっていう感じ。あ、形式転敗も、まあ、辞さないかもみたいなことですか。確かに展望状況がね、はい、あの
天敗能天で着順が変わ、ね、がらりと変わるような、ね、状況でしたからね。はい、猿川さん、あのもう黒シャツはやめたんですか？いや、ね、あれはたまたま一回来ただけです。そういうことですね。はい、猿川さんの成績ご覧ください。勝ち頭となりました第7節です。首位に踊り、ま、出ましたよ。24.5 で。トータル 142.1 ポイントは1位です。はい、猿川さんは、次節は8節データクということでちょっと空きますが、今の白鳥、山田と戦います。第8節に向けての意気込み、ファンの方へメッセージ最後にお願いいたします。そうですね、もうやっとあと4節まで来て、はい、まあいい位置つけれたんで、まあその4節のうち1回大きく勝てば多分昇級だと思うし、はい、1回負けると、大きく負けると多分残留になりそうな気がするので、うん、まあ勝ちを見ながらも、あの無理なく頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで4名の選手にお話聞いてまいりました。うん、はい、次回の A2 リーグお知らせをさせていただきます。第7節 B タクとなります。メンバーがいいですよ。2位の瀬戸熊、そして4位の内川、9位の山田に16位の井出という4名となります。解説には先ほどいました猿川雅俊プロにお越しいただきますので、首位から見下ろす感じの解説を、はい、解説していただきたいと思います。なるほどね。はい、ぜひ皆さんご覧ください。ということで藤島さん、はい、明日試合頑張ってください。ちょっと一言。いや大丈夫大丈夫、明日、まあまあ、はい、明日は僕もね、あの上位陣と当たるということで、はい、あの一つ大事な説と思ってますんで、はい、あの視聴者の方も見守っていただければ幸いです。頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。ということで一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんも最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の A2 リーグでお会いしましょう。それではさようなら。